スパイクシューズとは、底面に突起をつけたり、金属製の部品を取り付けることによって、滑り止めとし、地面を捉える力を強めた運動靴である。スポーツにおいては先に書いたように、地面とのグリップ性を高めることにより、競技能力を高めることを目的に使用される場合が多い。一般的には、野球、サッカー、陸上競技などにおいて使用されることが知られており、 バレーボールやハンドボールなど体育館のような地面が硬い場所で行われる競技の場合については前期の目的を達成することができないためにバスケットシューズなどに見られるようにゴムなどのグリップ性能を活かしたシューズが見られる。また、スパイクシューズを使った競技で勝つコンタクトスポーツの場合は接触プレーなどの際に危険が伴うこともある。種目によってはスパイクと略す場合があるが、 英語のスパイクは、秒や突起等という意味で靴という意味はない。野球のスパイク野球の試合では、プロアマチュアや公式野球、軟式野球を問わず、スタッドのあるスパイクを着用する。アッパーは、天然比較、合成比較、合成樹脂などで作られている。競技の特性上、スライディング、投球、打撃動作で地面との摩擦が多いためとの競技に、使われるシューズと比較して、 アッパーの耐久性を重視した作りになっているものが多い。用途に応じて紐締めものとメンファスナー締めのものがある。大会規定等によるが、同色、同衣装のものをチーム全員で揃えるように求められることが少なくない。他にも、高校野球では、ラインの部分を含めたアッパーは黒一色であること、光沢のあるエナメル素材は不可と規定されている。ソウルには、 金属スタッドシューズ、合成樹脂スタッドスパイクシューズ、合成樹脂マルチパーパススタッドシューズなどが主な種類として存在しており、グラウンド状況、グラウンド規定、大会規定、所属団体などによって使い分ける。金属スタッドスパイクシューズは主に鉱材やチタン製の葉をソール面に配置した最も伝統的な野球用スパイクシューズの形である。主に土や 天然芝のグラウンドで強いグリップ力が発揮される。人工芝のグラウンドでは金属製の刃が地面を捉えにくいため滑りやすい。日本製の金属スタッドスパイクシューズではスタッドを交換できるものが多く、樹脂製の交換用スタッドをオプションとして用意しているものも多数存在する。グリップ力を改善するため近年では9本刃、11本刃など、 葉の数を単に増やすだけではなく、スタッドの配置形状を各メーカーが独自に研究をしていて、プレイスタイルに応じて様々な形状のものが販売されている。スタッドを接合するソールには合成樹脂と天然比較を使用したものが存在する。高校野球では天然比較性ソールが多く使用され、プロ野球では軽量な合成樹脂製ソールが多く使用される傾向がある。 北米ではレベルを問わずほぼ合成樹脂製ソールのものが使われている。ソールとスタットの接合には、釘打ち止め、リベット止め、ネジ止め、交換不能な気付け埋め込み式があり、方式によって摩耗したスタットの交換方法が異なる。合成樹脂マルチパーパススタットシューズは弾力があって滑りにくい、高質ゴム素材で作られた、イボ状のスタットで、ソール全面が覆われており、 人工芝で強いグリップ力を発揮する。天然芝ではある程度のグリップ力を持つが、土のグラウンドでは土がスタッドの間に詰まりやすく滑りやすい。またトレーニングシューズやアップシューズとも呼ばれ、軽めの練習用シューズとしても使われる。プロ野球や高校野球などではよりパフォーマンスを追求する目的で上記の金属スタッドのものと守備と攻撃で、 履き替えながら使用することがある。そのためアッパーが紐締めではなく、脱着の容易な面ファスナーで作られているものが多い。これは人工芝の野球場でも、打席、マウンド、ベース周辺は土に似たアンツーカーで作られていることが、ほとんどであるため、攻撃時に金属スタッドスパイク、守備時には人工芝用のマルチパーパススタッドシューズとする。 ことによりグラウンドの特性に細かく適用するためである。合成樹脂スタットスパイクシューズは高質なプラスチックなどで作られている。ど天然芝、人工芝のどれでも対応できる万能性があり、重量も金属スタットのものに比べて軽く、クッション性も考慮されており体に負担がかかりにくいという利点がある。土や天然芝のグラウンドでは、 金属スタッドのスパイクシューズと比較するとグリップ力が劣る。陸上競技用スパイクシューズ陸上競技においてはロードレースやハンマー投げなどの一部の種目を除いて一般的に使用されており交換可能な金属製の部品を種目、競技場の特性、天候などによって使い分ける。競技場の特性によってピンが決められる例としては全天候トラックの場合は ポリウレタンや合成ゴムといったトラックの材質の特性上、先端が尖っていない平行ピンが使われ、アンツーカーの競技場や一般的な土の運動場などドトラックの場合は、先端が尖っている画鋲のようなピンが使われる。多くの競技場ではピンについての規制があるために注意が必要である。また、金属製ピンについてはメーカーによって基準が違うために、 互換性はないに等しい。ゴルフ用スパイクシューズ、ソフトタイプゴルフコースをラウンドするための専用の靴で、多くはそこにスパイクが取り付けられている。近年、グリーン上の芝を保護するために、樹脂製のソフトスパイク、またはスパイクレスのシューズしか使用できないコースが増えている。サッカー用スパイクシューズサッカーでは試合、練習、また練習でもボールを扱う練習。 扱わないによって、スパイク、トレーニングシューズ、ランニングシューズと使い分けることが多い。ただ、使い分けると3足必要になるわけで、実践するのは、プロサッカー選手などに限られる。サッカーのスパイクは、分類が細かく、スタッドの固定方法、アッパーの種類等で分けられる。ここでは、ソウルとアッパーに分けて表記する。ソウルスタッドが、 あらかじめ固定されているものとソールにメスネジを埋め込み、同じくオスネジをスタッドに埋め込んだものを後から取り付ける、取り替え可能なものがある。アッパーボールを蹴る、足で扱うというスポーツのため、ボールが直接触れる甲の部分であるアッパー、タンは非常に重要視される。大まかに分ければ天然比較と人工比較と分かれる。 ここではよく使用される3種類について表記する。ありがとうございます。